待望のやつが。こんにちは、焼きそばけんちゃんです。今回は安城市のあるところにやってきております。もうここに来るたび、足を運ぶたびワクワクしておるんですけれども、実はこちらの見えちゃってるかな。で、待望のやつが作成されております。はい、では現場中ご紹介していきます。じゃーん、これは何でしょう。トラックですね。これで何をするかというと、焼きそばをここで販売するキッチントラックですね。の今製造中です。はい、この左側面の空いてるところ、まだまだ本当に製造中なんでちょっとイメージ湧かないかもしれないんですけれども、こちらから、焼いた焼きそばの香りだとかね、焼いてる人の顔だとかが見えるように、なイメージとなります。では反対側も回ってみます。はい、こちらは、吸気口ですかね、まあ、窓からこう風を入れて外に出さないとね、やっぱり夏場は本当に、過酷な状況となりますので、しっかりとね排熱対策を考えております。今のところですけど、後ろに回り込んでみると、はい、今まだこんな感じですね。穴が開いているところはこう窓枠サッシが入って、前の方に開いているあれが換気扇の窓ですね。はい、強力な換気扇で出てきます。はい、これがちなみに今2021年の2月です。はい、3月、4月からはもうイベントに出向いて、このキッチントラックで焼きそばを焼いていきますので、ぜひ見かけたら、あのキッチントラックなんだなというふうに、思っていただけると嬉しいです。ではまた、途中経過を進捗報告していきます。第1弾の進捗報告でした。さようなら。